あっと危ないじゃない、普通に当たったわ。で最後のツボ来たよ。あっ、軌道分かりにくしたかと思うじゃねえか、あんなもん。あ、まあタヌキ説もう一つあった。懲りずにタヌキ説、まあ、せっかくあるから使おうじゃない。今最後までいけたからね、内容次第じゃいけそうな感じはする。でもできれば半まで行きたかったんだかな。スリーで尻尾とかタヌキが有効っていうのが分かるね。これ石像は無理か、さすがに。あ、最悪、突然入ってくんなよ、この野郎。突然入ってきた。尻尾周りでいくか、まあ、大きかったら、まあ、あの戦法でもいけんことはないんだ。そこは大丈夫か、ここね。こうか、よし、止め、やっていただけたら。その地点に来なかった大地子、またやってくれたな、お前よ、やよ、取りんな、こいつ。いや、ようやく来た。さっきのリベンジも込めてたかな、ね、ちょっとバグなのか分かんないけど、しゃがんでたらね、回避できるんです、不思議と。やられるなら一人でやられてくれ。そのまま落ちると思ったでしょ。そうはいかん、うん、ちょっとヒヤリとさせる終わり方ですけどね。こうよしよし、いや、ワンツースリーと全部クリアしたよ。ピーチ姫救出したよ、全部。大変だった。ありがとう。やっとキノコの世界に平和が戻りました。何？ハイフンハイフン。おしまいか。おしまい。結構あっさりしてるね。なんか他のもっと難しいところを遊べとか言わなかったね。1と2だったらそれ言われるんだよね。なんかね、こう、クリボーがね、メットになってるとかね、そういうステージ遊ばされるパターンが多いんだけど、まあ、せっかくだからエンディングもね、撮影しておきましょう。まあ、ここでしか聴けない音楽でもあるからね。ビッグアイランド、巨人の国なんだな。何気に巨人の国の音楽好きでね、
供の頃だったらまず英語わかんないからね、読んでもどういう意味かさっぱりだったけど、まあさすがに大人になった今だったらこういうね簡単な名詞とかだったらわかる。パイプ、ん？何？め、め、何？なんて書いてかわからん。キャッスル、キャッスルじゃない、キャストル。クッパ、クッパ城かな。キャストルが城かな、多分。城ってタワーじゃないんだね。まあセーブしてもしなくても同じですけどね。残機減るからしない方が良かったかもしれない。さ、まあそういうことなのでね、ゲームもクリアしましたのでこうね動画も消したいと思います。これでまあマリオ3についてもね全制覇しました。あと家にあるのだとね、マリオシリーズだったら。マリオワールドとヨッシーアイランドと、でいつか動画でも紹介してた、まあ、USA とか、あと、うん、あとあのマウス使うやつね、マリオとワリオね。それ以外だったらゲームボーイのマリオと、あ違う、ゲームボーイのマリオのピクロスの1と2、あとスーパーファミコン版でのピクロスと、まあ家にあります。まあなんかマリオシリーズやたらあるんですよ。まあピクロスはね、スーファミ版は結構つい最近手に入れてね、ちょっとねまた遊びたくなっちゃって、たまにはちょっと頭使うのも遊びたくなるんですよね。もうこう数字の場所変わらない感じの、数字の場所がねあまり変わらないような感じのパズルとかだったらね結構のめり込むんで、まあ機会があれば遊んでいきたいなと思っております。それでは今回はここで動画を切らせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。